天の川橋にある河川名標川口付近ぐい小江橋より下流型天の川は北海道檜山郡上の国町を流れる二級河川。檜山振興局の河川では尻ベ市シと市シ別川、アッサブ川に次三番目の規模を誇る。なお二級河川指定は天の川として登録されている。お島山地の分水嶺、とんがり岳に源を発する。源流部は全棚川と呼ばれており、 上前棚川と下前棚川が合流した後、北海道道5号江差式古内線に沿って下る。湯の台付近の中流域からは、新葉樹林の谷間を蛇行する。宮古市内川と合流すると谷間が開け、水田地帯を流れる。下流部は、上野国市街地の西側を流れ、日本海に流入する。上野国町の中心河川であり、総延長2 8 6キロメートルのうち、 うぐい川との合流地点から川口までの、22. 2 2 2トルが道管理区間の二級河川である。道内でも屈指の清流であり、鮎や鮭の素上が有名である。7.8月のシーズン時期には多くの釣り人が集まる。支流では山メや岩ナ等も見られる。1618年に上野国町に漂着したイエズス海宣教師が、 後に地図を制作する際その地点に津賀と記載したことからそこに天河の漢字を当てたのが天の川という名称の発祥である。それにちなみ流域には和紙座、白鳥座、こと座をあしらったギャラリーが設置されている。天の川に架か,かる天の川橋には王道十二星座のレリーフがあり夜にはライトアップされる。また川には 毎年多数の青サギが飛来し、バードウォッチング用施設もあるが、織姫と彦星の中立ちを行う、天の川伝説に合わせ、江支線上野国駅跡付近から上野国、診療所までが、天の川笠崎ロードとなっている。中流域では、江支線、宮古市駅湯の大駅間に、観光 PR 目的で設置された天の川駅があったが、江支線、 木古内駅江差市駅間が2014年5月12日に廃止された後の2015年7月に解体された。駅を模したオブジェであるため列車はすべて通過していたが、入場券は湯野台駅南側にある湯野台温泉で販売されていた。ありがとうございます。